ガブリエル・ナパオン・ゴンザーガは、ブラジルの男性総合格闘家。リオデジャネイロ州出身。チームリンク所属。ニックネームは、ナパオン。ポルトガル語で、大きな花の胃であり、何が起きるのかかぎ分けることができる。第六感を持っているという意味を持つ。父は獣医、母は弁護士という裕福な家庭に生まれ育つ。14歳からワンダーブラガの下で、ブラジリアン柔術を始め、 15歳で、ブラジル選手権でタイトルを獲得。以来、ムンジアル、コパドムンドなど、名だたるブラジリアン柔術の大会で活躍。2003年9月13日、ブラジルで行われた、ジャングルファイト1で、ファブリシオ・ベウドゥムと対戦し、3R で、TKO 負け。2005年5月、アブダビコンバット 99kg 以上級に出場。2回戦で、リコ・ロドリゲス。 準決勝でマーシオペジパーのクルーズに勝利するも、決勝でジェフ・モンソンに敗退し、準優勝。2005年11月19日、UFC 初参戦となった UFC56 でケビン・ジョーダンと対戦し、右スーパーマンパンチで小勝ちを収めた。2007年4月21日、UFC70 でミルコ・クロコップと対戦。 スタンドでもグラウンドでもほとんど何もさせず、最後は右ハイキックで失神小勝ち。ノックアウトオブザナイトを受賞した。2007年8月25日、UFC74 の UFC 世界ヘビー級、タイトルマッチで王者ランディクートゥアと対戦。ハイキックでクートゥアの腕を骨折させるも、3R にマウントパンチによる TKO 負けを喫し王座獲得に失敗した。 ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2008年1月19日、UFC80 で、ファブリシオ・ベウドムと再戦し、パウンドで西小負け。その後は、ジャスティン・マッコーリー、ジョシュ・ヘンドリックスに連勝した。2009年3月7日、UFC96 で、初参戦のシェイン・カーウィンと対戦し、パウンドで小負けを喫した。二千十年三月十一日、UFC オンバーサス。 ベラブイエス・ジョーンズでジュニー・オールドス・サントスと対戦し、パウンドで TKO 負けを喫した。2010年10月23日、UFC121 でブレンダン・ショーブと対戦し、0から3の判定負け。2連敗となり、UFC からリリースされた。2012年1月14日、UFC142 で負傷欠場したロブ・ブロートンの代役として、 エドナルド・オリベイーラーと対戦し、1R にリアネーキドチョークで一本勝ち。2013年4月13日、ザ・アルティメット・ファイター17フィナーレでトラビス・ブラウンと対戦。ブラウンに組み付いて、金網に押し込んだところに、肘打ちの連打を受けて、小負けとなった。しかし、リプレイ映像を見ると、ブラウンの放った肘打ちが数発ゴンザガの後頭部に入っているように見えたため、 選手やファンの間で、ブラウンの反則ではないかという議論が巻き起こった。ゴンザが陣営は Facebook で、私は、あの肘打ちが完全に反則だったと思っています。負けたことではなく、反則が受け入れられない。と語り、ネバダ州アスレチックコミッションに提訴したが却下され最低は、覆らなかった。2013年7月6日、UFC162 では、 デーブ・ハーマンと対戦。ハーマンのローキックに対するカウンターとして放った、右フックでダウンを奪い、パウンドで小勝を収めた。2014年1月25日、UFC オンフォックス10でヘビー級、e、ランキング8位のスティーペ・ミオシッチと対戦。終始スタンドの打撃で劣勢となり、判定負け。2014年12月13日、 UFC On Fox 13でヘビー級、e、ランキング14位のマット・ミトリオンと対戦し、TKO 負け。2015年4月11日、UFC Fight Night ゴンザガ VS クロコップ2でミルコ・クロコップと再戦し、パウンドで TKO 負け。Fight of the Night を受賞した。2019年10月9日に開催された、ボクシングを素手で行う BKFC8 シルバ VS ゴンザガで同じく元 UFC ランカーであったアントニオシューバと対戦。ニアールに小勝ちを収めた。ありがとうございます。